はい、こんにちは、シークレペです。今回はショート動画で投稿したこの動画を作っていきます。はい、まず準備するものはバンガロールの素材です。2つ目は背景。3つ目は本体となる動画ですね。スマホには緑の背景を映しています。はい、動画の素材はこの3つで終わりです。それでは作り方を見ていきましょう。まずですね、ブレンダーを開いてもらって 3D のバンガロールを作ります。もうこれは設定している状態ですね。アニメーションとバンガロールのスキンとか色も適用している状態になっています。こんな感じですね。で、次にですね、モーショントラッキングやっていきます。トラックポイントを選択してモーショントラッキングをしていきます。今回モーショントラッキングのやり方とかスキンの適用方法は説明していません。はい、こちらがモーショントラッキングし終わった動画です。で、これとさっきのバンガロールを合成していきましょう。するとこういう感じの動画になります。無音ですね。はい、次にですね、バンガロールの腕立てしている素材とメインの動画でフュージョンクリップを作っていってフュージョンタブに飛んでいきます。で、今からやる作業はですね、この緑の画面の中にバンガロールを移していくっていう作業になります。はい、シフトとスペースを押してプランナートラッカーを追加していきましょう。はい、プランナートラッカーを追加したらこの画面の四隅をですね、囲うように選択していきましょう。はい、そして次にですね、トラッキングを押してください。トラッキングは一番右のボタンになります。今回はですね、逆向きにトラッキングもしていますね。はい、そうしましたら次にオペレーションモードをコーナーピンにしてください。そして四隅をまた画面に合わせて設定していきます。そうするとですね、この画面がトラッキングできたと思います。もしちゃんとトラッキングできてない場合はもう一度トラッキングやり直してください。はい、次にですね、スマホから現実世界に出るときに動画がカカついて違和感が出るのでスムーズカットを入れていきます。こんな感じですね。で、もしこのスムースカットがないとどんな感じになるかっていうと、はい、こんな感じで画面がカクってなって違和感が出るんですよね。そのためにトランジションを追加しています。そうしましたら次、指を広げるタイミングでバンガロールの映像をズームしていきたいのでサイズを変更していきます。で、これはサイズをし終わった後の動画なんですけど、サイズを変更した後にスプラインを開いてもらってズームを滑らかにしていきます。それと同時に指を開くタイミングとも合わせていきます。はい、こんな感じですね。じゃあ今作った動画を一応確認していきましょう。はい、いい感じですね。で、ここではまだ無音のままです。そしたら次にスマホから出てくるところを作ろうと思います。新規フュージョンクリップを作りましたらフュージョンタブに飛んでください。
そうしましたら次にデルタキーヤを追加していきます。レスポイントのマークをドラッグして緑のところに持っていきます。そしてゲインで調整していきます。そうすると緑の画面が作った背景になると思います。次はですね、こういう風に作っていきたいと思います。今のままではこんな感じですね。急に出てくる感じになるんですけど、じゃあですね、またさっきと同じグリーンバックの素材と背景素材ですね、もう一度同じように配置して、もう一回フュージョンクリップを作っていきます。でさらにそのフュージョンクリップとフュージョンクリップをフュージョンクリップにします。ちなみにこれ自己流なんで、もっといい方法があるかもしれないです。そうしましたら次にポリゴンノードを追加していきます。次に画面全体を覆うように四隅を囲っていきます。でそれを下に下げるとこういう風に消えると思います。でここからアニメーションを設定していきます。ちなみにこの場面はキーフレーム打つのを忘れてアニメーション設定できていないので、もう一回やります。一番初めに何もない状態で出現させたいフレームにカーソルを合わせて出現させるようにキーフレームを打ちます。はい、これでアニメーションができました。そうしましたら次にこのアニメーションが一定すぎるのでアニメーションを緩やかにしていきます。さっきと同じようにスプラインを開いてもらって、次ポリゴンノードですね、カーブをいじっていきます。こういう感じで今回は初めは早く後から緩やかになるようなカーブにしていきます。じゃあ今できたものを見てみましょう。はい、出現したような感じになっていると思います。じゃあですね、これで一応動画は完成になります。ここから、効果音をつけていったり音楽をつけていったりする作業になります。ちなみにもっとこだわりたい方はバンガロールをホログラムっぽくしてみたりするといいと思います。ここは射撃場ですね。ここでエモートしてバンガロールの音を取ってきました。そしたらその音と動画のタイミングを合わせて配置していきます。そうするとこんな感じ。じゃあまだ物足りないので他の効果音も追加していきます。ここは何も面白いことやっていないので早送りで見ていきます。で最初に出来上がったものがこちらです。終わり。